田さん、ガチ恋って何でしょうか。それはな、本気で恋を。いや待て、どうしてそんなことを聞く。豚さんが私にガチ恋されていると小耳に挟んだので。え、ああなるほど、あのな、あ、ガチ恋っていうのは本気で恋をしているわけじゃなくて、恋愛的な感情も一切ないが、この人のこういうところがいいなと感じることを指すんだ。ずいぶん複雑な感情ですね。だから別に恋してるわけじゃないんだぞ。では例えば、武芸に秀でたノットさんを私が頼もしく思うのもガチ恋と言えますか。そうだ。なんだか怪しいです。本当でしょうか。本当だとも。では豚さんも私にいっぱいガチ恋してくださいね。おう。次回、豚のレバーは加熱しろ第7話。一つとして同じ花はない。罪深い少女だ。